日本テレビの黒田美優アナウンサー25が24日 MC を務める日本テレビ系デデーガッツ金善富士を体調不良のため欠席。代役として同局の滝夏樹アナウンサー31が務めた。番組冒頭で武田真一57アナが今日は黒田アナウンサーに代わりまして滝夏樹アナウンサーが担当いたしますと紹介。すると南海キャンディーズ山里亮太47がうっすら見ると黒田に似てるんで視聴者が勘違いすると思うんで紹介は黒田でいいですかとボケ。木曜メンバーのサバンナ高橋茂雄48が2時間ずっとぼんやり騙そうとしてるとツッコミを入れた。